渋市でございます。いつもご視聴くださいまして誠にありがとうございます。今日はね、まあ今年に入ってまあ一番目というかね、皆さんに感謝とね、ちょっと伝えたいと思いました。それとあとね、後半は去年ね末最後のフリーマーケットで買ったある一つの商品をねちょっとお見せしたいんです。この格好わかります？ヒントはこれ、ヒントですからね。まずはね、まずは皆さんに去年ね360何人かの方にご登録いただきまして誠にありがとうございます。そしてね、今年登録してくれるであろうねあと700人、まあ合計でね1000人を目指しております。それでね、まああと700人今年中に、それも皆さんお願いいたします。きっとね目標達成でやったよやったよっていうのはね、私言ってみたい。うん、これはねまあ一つの挑戦というか、私のね老後の楽しみですんで、まあちょっと皆さんに協力していただいてね頑張っていきた。それではね、それでは後半戦のフリーマーケットで買ってきたね、もう最後の問いですね。新年明けましてですけど、まあ最後の問いとして最初ですね、最初の問いです。まあ、最初の問いというか最初のウサギやね今年はそれではお見せしましょう。この格好わかるかね。ヒントヒント、うん、分かってもらえたでしょう。それでは行ってみましょう。出ました出ました。さて何でしょう、さて何でしょうか。チャン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 、はいはいはい、トラさんバッグです。風天の渋市と申します。清和大和、え大和やね、奈良県やからね。育ちは何は風天の渋渋いね、70いくつになってね風天になりました。どうですか、これね、フリーマーケットで売っていたんですよ。ちょっと見せましょうか。ちょっとね船をモチーフにね、これシールじゃありませんよ、書いているんですよ。バグにね、バグに書いております。ここに船って書いてますね。それとね、後ろ後ろ行きますよ。はい、富士山とね、これまあ富士山あるでしょ、飛行機飛んでるでしょ。これ浅草やね、ちょっといろいろ、これ全部ね手書きなんです。手書きのこれね、書くだけでもね、書くだけでも知らんけど1、2万はするんちゃう、時間かかるよこれ。多分
乾かし持ってでしたらね、2、3日、1週間はかかっておりますよ。どうです？これをね、フリーマーケットで見つけたときは、私の旅行機にぴったり、風船の渋市登場ということに、ね、なるんです。誰が登場やん。いらんわ、お前。おじいらん。まあ、そう言わないでね。皆さん、こういうのも売っておりました。うん。ちょっとね、中見せる？見たい？中見えるかな？まあ、バッグもね、取っ手のとこもね、きっちりしております。色もいいでしょ、色も。風合い。ね。風合いもいいでしょ、これ。ほっ。どうです？中ね。中は、このようになっております。これは、ちょっとね、本当に作ったのかどうかいうか、こういうように作ってんのか、ちょっと古さでこうなってるのかちょっとわかりませんがね。まあなんて。金具もね、金具もぴったり。もう一度見てもらいましょうか。これ裏側ですよ。ね、飛行機はね、飛ぶ言うじゃろね。はい、こちらが表。蓋の方やからね、表になっています。どうですか？私にぴったりでしょう。今年はね、これで旅行行くんです。日本全国ね。そう、あなたの街にも、あなたの街にも、あなたの街にも、渋市、出動。まあね、こんなんでね、今年は行きたいと思ってます。回り回って私のところに来たからにはね、私が大事にしてね、私が日本中連れて行ってあげるんです。そういうことです。それではね、今日の今年の一発目、旅行カバン、トラさんカバンでした。これからね、渋カバンって言ってね、渋市カバン。なあ、私も忘れるわ。ごめんね。それでは、また次回ね、次回会っていただく。登録してください。よろしくお願いいたします。また面白いね、動画あれば、どんどん載せていきますんで。お願いね。それではよろしく。ありがとうございました。またお会いしましょうね。ありがとう。